まったく、まだまだ稼いでもらわないといけないっていうのに、こんな騒ぎを起こして。しかし、いくら情報が流出したとはいえ、これだけでは不貞行為を断定するには至らないのではないでしょうか。本当かね？彼女からママタレを取ったら何が残りますか。まだまだ稼いでもらわないとダメでしょう。ここで屈してはいけませんよ。大丈夫なんだな。とにかく毅然として否定させるのです。今後何があっても認めるような発言をさせてはいけません。わ、わかった。しまゆうのアトリエ。許してもらえないならもういい。私は母親になれなかったんだ。ダメなんだよ、一回戻って。ジャンプしたらいなくなるから、そうしたら許して。そんなことしたって許さないよ。許して。一生許さないよ。かつて AKB48 の神セブンの一人として黄金期を牽引していた篠田麻里子、2019年、3歳年下の一般男性との結婚を発表し、翌年には第一子となる長女を出産。子育てに奮闘する様子を SNS やメディアで発信し、ママタレとしての道も開拓。家族との共演も果たし、2021年にはベストマザー賞も受賞していた。まさに順風満帆といえる篠田の人生だったが、2022年6月、暗雲が立ち込めることに。ご主人である高橋優斗さんが篠田さんの不倫の証拠を突きつけたんですよ。確かご主人はペット事業を手掛ける社長さんだとか。彼は篠田さんのスマホと同期していた iPad を通じて情報を入手していました。具体的にはどんな？不倫相手との LINE のやり取りに加え、篠田さんが使用していた月経周期管理アプリのスクリーンショットです。そこには不倫相手との待ち合わせの約束や仲睦まじい様子、そして行為に及んだ日まできちんと記録されていたのです。妻の不倫の現実を目の当たりにした高橋は篠田に対しそれらの証拠を突きつけた。事実を概ね認めつつ許しを乞いながらも逆上した篠田。6時間にも及ぶ夫婦の話し合いはまさに修羅場と化していた。その後、高橋が娘と共に暮らす形で別居の道を選んだ2人。このまま話し合いで収束へと向かうかに見えていたが、篠田さんが7月になって看護者指定の調停を起こしたんです。もしそれが認められれば、この先娘さんを養育するのは篠田さんということになりますよね。陳述書には父親である高橋さんが娘さんの面倒を見ていないという証言や、彼の人間性を否定するような内容が含まれていたようです。不倫をしたのは篠田さんの方なのに納得がいかないですよね。このままでは親権も危ういと考えた高橋さんは9月に離婚調停に踏み切っています。さらに12月には不倫相手に対し民事訴訟も起こしました。この時に提出されたのがあのスクリーンショットということですか。夫婦の話し合いの一部始終を録音した音声データもあるそうです。しかし先の調停の結果、監護権は篠田さんに渡ることが決まりました。もしかしたらこれが泥沼化へのきっかけとなったのかもしれません。12月後半になり、複数の週刊誌が篠田の不倫の証拠となるスクリーンショットや夫婦の話し合いの様子を報道。さらに年末、暴露系インフルエンサー滝沢ガレソにより、その音声データまでもが公開された。絶対絶命とも言える状況だったにもかかわらず、その後 SNS を通じて不倫をしたという事実はないと完全否定を貫く姿勢を表明した篠田。そんな彼女の不倫相手とは一体どのような人物だったのだろうか。今は予想だにしないことが次々に起こって不安に飲み込まれてしまいそうになる時代背景ですが、これからの未来をどうやって生きていけばいいと思いますか。僕は全ての事象にタイムラインが存在していると思うんですよ。50年後の人にとって今の時代は点に見えているかもしれません。あの時海外旅行行けなくなったけど、また行けるようになったよねって、そんな風に長期の視点で考えるようにしていますね。いや、まさにピンチをチャンスに変えるということですね。経営者としてのスタンスだけでなく、生き方のスタンスも教えていただけたような気がします。ありがとうございます。篠田が夜な夜な密会を繰り返していた相手が誰なのか、それは夫婦の話し合いの音声データをはじめとする様々な情報からすでに特定されていた。現在、株式会社令和トラベルで社長を務めている篠塚隆也。とある飲み会をきっかけに知り合ったと言われている二人。篠田を虜にした2歳年上である彼の経歴とは。篠田さんの不倫相手と噂されている篠塚隆也さんとはどのような方なんでしょうか。大学卒業後に1年間アメリカへ留学した後、リクルートに就職していました。旅行予約サイトジャランなどに配属されて4年間勤めた後、2011年には旅行予約サイトロコパートナーズを設立し、社長に就任しています。行動力のある方ですね。
ドコパートナーズでは2013年にリラックスという満足度の高い高級ホテルや旅館に特化した予約サイトも立ち上げました。さらに2017年には KDDI が同社の過半数の株式を取得し、連結子会社化させることに成功しています。見た目もイケメンですし、若手の実業家としてメディアにもたびたび出演していたとか。2020年には同社の社長を退任、その後グルメサービス事業を経て2021年株式会社令和トラベルを創業しています。この時22億円以上もの資金調達をするなど、旅行業界の風雲児的な存在となりました。プライベートでは一男一女の父親であり、既婚者であることを自ら語っていた篠塚。平日は全く家に帰らず、留守にしがちであることも明かしていた。踏みとどまろうとも思わなかったの？踏みとどまろうと思ったよ。じゃあなんで、俺、あなたが国話から出てきてレジデンスに行かないと思ってたから。それで普通に帰ってきたら目をつぶろうと思った。でもあなたはタクシーでレジデンスに行ったじゃない。で、4時半に帰ってきて、もうその時点で俺はもうあの子を守ることしか考えられない。篠塚との密会は彼が平日寝泊まりしているレジデンスと呼ばれる別宅で行われていたのだろうか。高橋の言う国話とは、西麻布にあるバーである確率が高く、その近辺にあるレジデンスと呼ばれるマンションは六本木もしくは赤坂にある高級タワーマンションである可能性も特定され始めていた。そんな妻の行動を把握しながらも、当初は見て見ぬふりをしようと考えていたという高橋。しかし篠田の非常な裏切りを目の当たりにしたことで、愛する娘を守ることだけに徹する決意を固めていた。そんな中、篠塚さんには他にも不倫相手がいたことが判明したのです。まさか。そもそも篠田さん夫婦の音声データを一番最初に世に出したのは、暴露系インフルエンサーの滝沢ガレソ氏でした。今回も彼のもとに元不倫相手と名乗る女性からタレコミがあったようですね。それでその内容は、彼女が関係を持っていたのは篠田さんより前の話だと思われます。彼の性癖なども赤裸々に語っていましたが、衝撃的だったのは否認をしなかったということでしょうか。自身に家庭があるにもかかわらず、あまりにも軽率な行動では。その女性は避妊薬を服用していたようですが、費用は自分持ちだったことに立腹していたようですね。それは納得できません。さらに病気も移されたと告白しています。ありえません。元不倫相手からの衝撃的な暴露により、一気にイメージが下落した篠塚。否認をしていなかったという事実が明るみとなったことで、すでに流出している篠田の不倫の証拠にも信憑性が増すことに。流出している証拠の一つに、ルナルナという月経周期管理アプリのスクリーンショットがありましたよね。行為をした日につけるマークをご主人と篠塚さんとで使い分けていたというあれですね。 LINE のやり取りから入手した篠塚さんとの密会の日とルナルナのマークが一致していたことから、不貞行為があったことを裏付けていたものでした。しかしここに来て、篠塚さんが否認をしないのではという事実が判明したわけです。仮に篠田さんの時も同じだったとしたら、篠田さんは妊娠の可能性が極めて高い状況であったことを認識していたのかもしれません。万が一のことを想定して、相手がご主人か篠塚さんかを判別できるようにしていたのではないでしょうか。とどまるところを知らないようにも見える篠田の離婚騒動。12月28日、篠田は自身の SNS を通じ不倫をした事実はないと否定。しかしその翌日、様々な情報が飛び交う中、この男もまた口火を切っていた。なんか篠田麻里子が旦那に、てめえみたいな底辺がどうのこうのみたいに怒鳴ってる音声も出回ってたけど、あれもどうせガレスが持ってる気がする。こう語るのは、総合博打サロン新宿疎開の総帥であり、インフルエンサーの顔も持つ Z リー。すでに拡散されている音声データに加え、篠田が高橋を罵るかのような音声が存在することをほのめかしていた。Z リーがこの件を暴露した翌日、滝沢ガレソにより公開されたのは、私が浮気をしたと話す篠田の音声データ。もはや八方塞がりかのように見える篠田の状況だが、年が変わっても篠田は平常運転で SNS の更新を続けている。その背景とは、篠田さんの所属事務所サムデイは、あの大手バーニンググループの傘下になっています。彼女のママタレとしてのイメージを極力崩さないよう、一流の弁護士陣を従えて徹底抗戦するつもりなのかもしれません。これだけ証拠が出回っているにもかかわらず、強気な姿勢で不倫を否定しているのも。おそらくですが、不貞行為があった決定的な証拠がないということで否定を貫くつもりなのかもしれません。しかし、このままでは離婚は避けられないでしょうか。
現在の離婚調停は不発に終わるとの見方が強く、裁判へと発展するのではないかと言われています。篠田さんは先の調停で長女の監護権は取得しましたが、仮に離婚となっても親権も譲ることはないでしょう。芸能人としての活動を続けることで安定した経済基盤があるとみなされれば、親権取得に有利に働くと考えたのだろうか。日本では仮に不貞行為があったとしても親権にはほぼ影響することはなく、その9割が母親に渡るとも言われている。元神セブンをはじめとする AKB48 の元メンバーたちが卒業後も活躍の場を見出していく中、これといった特徴のない篠田さんにとってママタレ路線は頼みの綱でもあったんです。昨年夏にはベビーソープのプロデュースも手掛けていましたよね。もともと現役時代も明らかに特別扱いされていて、わがままだという噂も絶えませんでした。まさに上からマリコといったところですね。そんな彼女にとって離婚はやむを得ないとしても、親権だけは何が何でも取得したいのではないでしょうか。しかしこれだけ情報が拡散されていれば、仮に親権を取得したとしてもママタレ路線での活動は絶望的かもしれません。騒動後も変わらず活動を続けている篠田。一方の篠塚は音声データなどが拡散され、自身が不倫相手として特定されて以降 SNS の更新が止まっている。今後さらなる情報合戦はあるのだろうか。また篠田夫婦だけでなく篠塚夫婦の行方もまたいかに。互いに子供がいる身として、何よりも子供の幸せを優先させる選択を取ってほしいものである。